神戸市交通局3000系電車は、神戸市交通局が神戸市営地下鉄の精神、山手線用に導入した通勤系電車。1993年より6両編成6本が製造された。1977年3月に、明谷から新長田間で開通した精神、山手線は、1987年3月に、新神戸精神中央間が全通し、 1988年4月には、北上急行電鉄北上線の開業と同時に、相互直通運転を開始した。利用者数の増加が続く中、朝夕ラッシュ時の混雑緩和や乗客サービスの向上を図るため、快適性、安全性、省力化の向上を図った車両として、1992年度より、新形式の3000型が増備されることとなった。 最初の編成は1993年3月の西陣南駅開業に合わせて増備された。当初から6両編成であり、中間車に付随車を2両挟む MT 比 4M2T の編成となっている。神戸市営地下鉄で初めて VVVF インバータ制御が採用された。車体は線形2000型と同様のアルミ合金製19立方メートル扉構造である。 前面に大型曲面ガラスを使用しているが、二線型よりも曲線と傾斜が強調されている。前照灯、微灯は丸型を横に配置し、従来の縦配置と異なる。正面非常予感通扉は、運転席から向かって、右側に寄せて配置されている。行き先表示器は大型である。塗装は、全塗装とし、ペールアクア色にライトグリーンとグレーのラインを配置し。 従来より明るい印象となった。先頭車の側面にはシンボルマークの U ラインマークがステンレス板により設置されている。正面の U マークは貫通扉の緑の帯部分に白抜きで配されている。車両番号の表記は神戸市電以来の事態が引き続き採用されている。正面では非常扉上部に表記され、戦闘車両の側面では乗務員室よりの戸袋の 上部にある。なお当初のデザイン案では、登場時期が近い東京都交通局6300、軽電車に告示したものも考えられており、秒谷車両基地の一般公開でデザイン図が展示されたこともあるほか、中間2両を2階建てにする構想もあった。車内は化粧板の色調が全体的に明るくなり、座席もケットも色、材質ともに変更された。また、座席端には、 網棚から床に伸びるパイプが設置され、立ち客が捕まるための棒も設置された。天井の冷房を吹き出し口、照明、スピーカーの形状や配列も変更された。化粧板、座席モケットの変更、パイプの設置は2000年以降、線形、2000型にも順次行われた。なお、第23編成、24編成登場時には、なかったが1994年に、 客用、ドア上部に、路線図式の車内案内表示機と LED 式の車内案内表示機が千鳥に設置され、現在どこを走行しているかがわかる、ようサービス工場を図った。この表示機類は1000系、2000系ともに設置されていない。各駅停車しか存在しないにもかかわらず、この電車は、普通駅ですという表示と、普通ローカルランプや、 路線図式案内表示機の駅名のもとに停車駅であることを示すランプがあるのはかつて快速運転を行っていた名残である。なお、2009年5月から車内案内表示機のデザインは路線図と LED スクロール表示が一体化されたタイプに順次更新され2010年3月までに全編成取り替えられた。制御方式は線形。 2000系の電気子直波制御に代わり、神戸市営地下鉄で初の VVVF インバータ制御が採用された。主回路素子には GTO サイリスタを使用しており、1台のインバータ制御機で8機の主電動機を制御する 1C8M 方式となっている。精神、山手線に乗り入れる北上急行電鉄7000系の制御装置は三菱、電気製だが、統計式は、 日立製作所制である。主電動機は、カゴ形3小誘導電動機が採用されており、低格出力1 3 0ットの C-340 型を、各電動車に4機搭載する。誘導電動機であるため整粒子がなく、直流電動機特有のフラッシュオーバーのような故障も、ないため、保守性と信頼性が向上している。1995年の阪神。 淡路大震災後の復旧工事でトンネル内の環境が悪化する中直流電動機のフラッシュオーバーが多発した直波車に対し3000型は故障なく走り続けたというブレーキは電気指令式ブレーキを使用し電動車の回生ブレーキを優先して不足分を付随車の空気ブレーキで補う遅れ米制御の方式を採用した冷房装置は集約分散式で 17000 1キロカロリー、エイジのユニットクーラーを各車両屋根上に2機搭載する。冷房効果の向上のため、ュ流ファンを3台設けている。連結器は、編成両端が電気連結器付きの密着連結器中間部が半永久連結器となっている。保安装置は、自動列車制御装置と自動列車運転装置を採用している。ATC 制限速度は0。 15、25,45,60,75、時速 90km が設定されており、運転席の速度計に設けられた、車内信号に表示される。北上線の谷上駅から新神戸機関と、精神、山手線の新神戸駅精神中央駅間で運用されている。1995年1月17日に発生した、阪神、淡路大震災では、 3000型を含め精神、山手線の車両への被害はなかった。翌18日に精神中央板宿間で復旧した際、方向幕に板宿がないため線形、2000型は白幕を表示したが、3000型は白幕の設定が不可能であったため、2月16日の全線復旧までの板宿折り返し運転に3000形の運用ができなかった。その後、 3000型にも白幕の整備が実施されている。2017年の市営交通100周年と地下鉄、開業40周年を記念して、3000系の3126階が神戸市電のデザインを復元した市電デザイン列車となり、2017年3月13日から運行を開始した。精神中央法の3126のみ、対象期のマルーン。 残りの5両は700型をイメージした昭和期のツートンカラーとなり100周年ヘッドマークが掲出されている。車体側面と車内乗降扉、妻面上部に市電、地下鉄の各形式の画像、説明を記したステッカーが重複されている。2019年度より6000系の投入による全車両の置き換えが発表されており3000型も全車が 廃車の対象となった。交通局のウェブサイト内で公開された地下鉄車両廃車処理業務の使用書によると2019年度内の搬出対象車両のうち3000型は第23、第27、第24編成が示されている。このうち第23編成は先頭車1両の前面部分を除くとされており3123号の前頭部が カットモデルとなる予定であるという。2020年度分の使用書によると、3000型は2020年に第25編成が、2021年に第26、第28編成が、搬出予定とされている。2019年度には6両編成3本が廃車となった。廃車順は、当初の搬出予定と前後しており、2019年11月初頭時点で、 三千型は三千百二十三点三一二四、編成が除籍されている。三千百二十七編成も後に廃車となり、2020年2月時点で、残る三千型は三千百二十五点三一二六、三千百二十八編成の三本となった。2020年度には六両編成一本が廃車となり、 資源デザイン列車の3126編成も2021年2月に廃車されたため3000型は3128編成の一本のみとなった3000型は2021年7月頃に全廃の予定となっている2017年4月1日現在車両番号の下2桁は1000系2000型からの続番である3400型は女性専用車 ありがとうございます。